はい、こんにちは。カサカサミスティック佐藤です。今日もよろしくお願いいたします。今エリから帰ってきたところなんですが、早速ね、もうすぐ今から小糸網をあげに行くぞってことなんで、またね、小糸網漁行ってきます。で、今日も多分、今の季節だとニゴロブナが一番中心になってくるんじゃないかなと思うんで、とてもね、美味しい船寿司ですね、両型の卵をいっぱい持ったね、ニゴロブナが取れるといいなと思います。行ってきます。昨日の雨で鯉は上がってきたんですかね。上がっとるよ。すごい上がってきた。すごい硬いです。イカリ引っかかって。あ、行きますね。動きました、動きました。はい。うん、来た。うん、来たね。もう下はやっぱドロなんですね。そうだよ。おお。この重ね。おお。これ40メートル、30メーター以上から。はい。お、来ました。はい。お、魚がかかってます。おお、はいはい。おお、危ない。はい。時間もありますね。ほら、これは火があるんですか。火あれ、火あれ。すごいですね。あ、すごいやろ。すごいやろ。今日は。じゃあいつも毎シーズン、あの船寿司は何匹ぐらい全部でつけてるの。1000匹。あ、そんなにいっぱい。すごいな。それ1000匹、もう1年でもう全部売れるんですか。すごいな。あ、これ濃いっすね。濃いや。トンボですかね。
何分やまだ。まだ何分。これは確かにでもしんどいですね。いやろ、うん、うん、いやろ、うん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 、そんなに、うん、魚が寄ったあそこに絶対寄ったと思って行ったら、はい、ナインには寄るって噂で行ったら騙されたもう一度ハウスやけんねあれだ俺水慣れたこので結構探し網はあのカンボジアにいる時もね、うん、カンボジアの漁師さんのとこ行くと結構刺し網みんな仕掛けるんですよ、うん、なんかいろんな魚がかかっててね、うん、いいでも食べるんですか、はいはい、カンボジアはあの海がほとんどないんで、うん、その川ばっかしなんですよ、うん、なんでもうあの本当に淡水魚をみんな毎日食ってますね、うん、見たことある、はい、カンボジアのなんでやっぱりちょっと臭さはすごい強いんですけど、ね、強いよ、うん、そうですね、ゴミは全然ないですよね、涙気があるから切り箱に入ってるこんなもん食べ食えへんやろ
みんな行くもん。いい加減つけたったんやろな。おバカなって言ったら、フィズがあらへん。ブーッと入ってくる、水川さんが生きる。これがトンボっすよね、多分。やるか。うん。やるかな。すごい模様のカマツからね。300匹近いですかね。そんなにいないですか。200、230ぐらいいるそうです。すごい数や。はい、もうこれで大丈夫です。立派なニゴロ村です。はい、こちらがヒバラですね。銀ブナですね。ここ見てもらうと、このビヘイブがね、すごいね、太いですよね。がっしりしてます。でそれに対して、まあもちろんあの太鼓もありますね。でこの辺多分見ていくと、サイハをね見てもらうと、はい、これ見てもらうとね、もう確実に、ゲンゴロウブナみたいにね100本はないですよね。なのでこれ銀ブナだということがわかるかと思います。でこちらが今回の主役のニゴロウブナですね。こうやって見ると体型がね全然違うんで、わかるかと思います。でこれが卵が入ってるメスで、これがオスかな。でオスは追い星がねこういうところに出ますね。これが、これどっちなんだろうね。わからんということです。ヒバラ銀ブナです。でニゴロブナです。ニゴロブナ、ニゴロブナです。見えるかな。これがね、エラブタについてるニゴロブナの追い星ですね。これ上げちゃうと多分見えない。あー、このプツプツが、そうですね、見えにくいですが、これが追い星です。こちらがニゴロブナの、せっかくなのでニゴロブナのサイハですね。エラを見てもらうと、でこの前サイハがね、ゲンゴロブナはプランクトンをね食べるんで100
本ぐらいあるって言ってましたよね。でそれに比べて銀ブナはね40本から50本ぐらいが多いんですけども、このニゴロブナは60本ぐらいあるんですね。なので、まあ、細かいものも大きなものも食べれるような采配をしてます。はい、これ見てもらうとね、もう確実に、ゲンゴロウブナみたいにね100本はないですよね。なのでこれ銀ブナだということがわかるかと思います。そしてこれがその鯉ですね。どっちなんだろうね、一応記録に取っときます。いつかわかるかもしれないね。はい、水深 50m のところで人差し指で捉えた鯉です。はい、ということで今日は琵琶湖のね、コッコの刺し網漁でした。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いします。それではまた。